島田市立総合医療センターによりますと6日から今日までの間に院内保育所さくらんぼ園に通う23人の園児と職員2人が嘔吐や下痢などの症状を訴えました検査の結果、ノロウイルスに感染していることが判明しました現在は全員解放に向かっているということですさくらんぼ園には園児39人が在籍していて症状を訴えた23人は 0歳から2歳までが中心だということです園は発症した園児のクラスを中心に室内や廊下、遊具などの消毒を行いました医療センターは保健所に連絡し原因の特定を進めています